はい、皆さんこんにちは。今日は東横インの鶯沢駅前の、ビジネスホテルに来てるんですけど、今日のホテルの部屋もなかなか素敵なので、入っていきたいと思います。今日は、507号室ですね。かなりすごいですね。はい、入りますと、はい、ここ壁ね。で、ここで、こんな感じ。わかりますか？狭って感じです。もうここベッドがあって、ここに隙間があって、でもこっち側はもう机なんで、ぐるっと回して皆さん見ていただければと思うんですけど、この狭さは初めてかな。東横インいろいろ泊まりましたけど、この狭さは初めてですね。一番狭いかもしれないですね。びっくりしました。では